欧州に欧州先欧米に先よいしょ。本日はなんと台中に来ておりまーす。よいしょ。はい、今回の企画はなんと人気企画でございます。何でしょう。さき台湾に。はい、久しぶりだね。半年ぶりぐらいだね、はい、台湾人は日本語を話すことができるのかっていう企画でございます。引退中。はい、引退 中ルールとして英語は話しちゃダメ、はい、で中国語も話しちゃダメ。あーマジか。最近ちょっと日本語で台湾にいる方で声をかけて、はいはい、なるほど、日本語で質問をしてその場所までたどり着いてください。うわこれ結構前回苦戦したんよね。結構苦戦するよこれ。タクシーは使っちゃいけないです。タクシーはあかんの。だってタクシーってもう場所を言っちゃったらそこまで行ってもらえるんだ。バスは OK。 バスは OK。 はい。自転車は？自転車も OK。 OK。 自転車も OK だけど、はい、OK OK、 わかりました。頑張りましょう、はい、今回もちょサクッと目的達成しましょう。あの今回学んだんですよ。何ですか？あのコメント欄にあの意外と日本語って若い子よりも意外と年配の方々の方がね、うんうんうん、日本語知ってる方の方が多いということで、今回ちょっと年配の方にもちょっと聞けたらなと思います。そうですね。え、ちなみにマップ使っちゃダメですか？まあ携帯禁止。携帯も禁止です。はい、わかりました。わかりましたか？はい。それでは OK、 ミッション来い。さき台湾にレッツゴーということで、はい、場所を言いますね。これも日本語になりますからね。あ、マジか。台湾語での場所ではないんで結構難しいと思います。日本語の呼び名ね。はい、いきますよ。愛好夜市です。あ、夜市だ。夜市だ。夜市スーリー、まあまあ、スーリーイエスだ。スーリーイエスです、はい、でも中国語使っちゃダメなんだよ。そうです。愛好夜市、はい、ただちょっと俺が懸念してるのは夜市が果たして台中に何個あるかだよね。そうです。それで全然違う夜市行った時かもしれないですよね。待って、だって中国語も使えないのか。大丈夫ですよ。もし帰れなくてもホテル取りますんで。おい、帰りたいよD の家に帰りたいよ。ということで早速じゃあ、はい、行ってみましょう。行きましょう、はい、早速ね。早速愛好夜市。愛好夜市。愛好夜市。愛好日本のアーティストの愛好しか出てこない。じゃあこの方に聞いてみます。多分観光客なんで、はい、日本語話せますか？話せない。お疲れ。ありがとうございます。すいません。よし。とりあえずちょっと声かけてみますね。日本語からない。日本語わからない。日本語話せる。話せない。No。 ありがとうございます。谢谢。日本語ダメですか？ダメですか？日本語話せますか？ちょっとだけ。おあ、本当ですか？そう、よいち。よい、台中のよいちってとこ探してて、あ、ダメ？あ、オッケー、ありがとうございます。すいません。先生日本語を話すことダメですか？ありがとうございます。いかちょ、この方切ります。日本語を話せます。日本語を話せませんか？日本語喋れますか？ダメです。すみません、ありがとうございます。いや意外としてやっぱむずいね。むずいね。むずいけどでもみんななんか笑顔でね、最後ごめんねってしてくれる。すみません、日本語話せない。日本語？あ、おわかりました。I'm not. Where will you go? 夜市。夜市。夜市。わかんない。English? 英語わかんない。You can. You want to take taxi? バス。バス。バスで行きたいんですけど。Oh, bus. いっぱいあるんですよね。バス。Where you will want to go? 台中 city? Hotel?
夜市。夜市。夜市。Any paper？なんもないです。夜市。あのめっちゃ探してくれてる。夜市、外資夜市。Information center？ Information。ありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。なるほど、インフォメーションセンターに聞くっていう話がありました。インフォメーションセンターに行きましょう。あ、すみません、あの、愛好よいちってとこ探してるんですけど、よいち、よいちってどこにある？はい、中英語よいち。ネットの中で携帯で。いいよ、渡されたものは使っていい。何ですか？はい、愛好よいち。どこに？本社里面。バス、バス。バス。バス。お、バス。16。0。これですわ。160。じゃあ。ヘビウチタイトル、こんにちは。ここに降りればいいのかな。どこのバス、どれだろう。6番。はい、160番。書いてくれてる。160番のバスに乗って、はい、なるほど。ありがとうございます。すごいありがとうございます。あ、すげえ、書き方まで書いてくれてる。ありがとうございます。先生、見せてください。あの、これ見せるだけで全てのところに行ける。もう勝った俺。はい、中、最高。早いね。もう漢字も分かっちゃったし。いや、もう漢字も分かっちゃったし。で、6番出口出て160のバスに乗るっていうのを教えてもらった。だから意外と日本語通じなくてもなんとかなるんだねっていうのは、やっぱ携帯の力だね。そうですね。これが6番出口。はい、6番出口ね。待って、めっちゃバスあんぞ。あ、待って待って待って、160を探しましょう。これのないぞ。じゃあ運転手さんに見せましょう、これ。あ、でも見て、漢字が一緒。漢字が一緒なんで、多分ここの近くなんですよね。とりあえずここ行きましょう。ちょっと待って、他も見とこ。嘘、信じようよ、信じようよ。 OK。 俺はインフォメーションセンターの人を信じる。 OK。 来ました。前回拉致られた時に持ってるこいつの出番が来ました。おー、私忘れた。忘れた、おそろなの。来ました、160番。これの使い時が来ました。一応ちょっと場所の確認しよう。大丈夫そうです。はい、バスの中、近くね。近くね。まあ、バスの中でね、隣の席の方がどこに降りるんですかって聞いてくださったんで、紙を渡したらバスの中のみんなに声をかけて、夜市どこなのって聞いて、そしたら最後の駅だよってめっちゃ心よくみんな教えてくれました。嬉しいです。なんかそれっぽくね。てかこれで夜市じゃない？そろそろ着きました。そろそろだね。着いた、着きましたぜ。着きましたね。着きました。はい、着きました。愛工大学。はい、あれ、ちょっと待ってください。今思ったらこの日に見覚えないですか？え、ない。僕らが拉致られた時に降ろされた場所です。え、そうなん？そうなんよ。なるほどね。ってことはあの夜市か。はい、あそこわかんねえよ。道わかんねえよ。
じゃあ、酔いしっぽいところで到着しました。やりましょうか。めっちゃ栄えてるやん。そうなんですよ。なんでも、ここの夜市は、もうちょっとなんか、シーメンっぽい感じも残しつつ、夜市の中でも、大衆の中で一番大きいんです。いや、もう舐めてた、大衆を。すげえじゃん。人すげえじゃん。やばい、どうしよう、どうしよう。人が多すぎて、逆に誰に声かけるの？ここじゃね？まあ聞いてみましょう。どうしよう、誰に行こう。どこに行こう。真っ直ぐ。ありがとうございます。先生。クエスチョンとして、はい、クエスチョンとして、はい、これってやられたんですよ。これこれ。オッケーオッケー。すごい人気張ってる。すごい人気張ってる。これここなんじゃないの？ちょっと一回ちょっと聞いてみましょう。聞きましょう。ちょっと聞いてみよう。引きずられてるやん。歩いてないから。歩いてないから。ハロー。ハロー。日本語話せますか？あ、日本語。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 あ、ここ。Yes。あ、OK。ありがとうございます。ってことで、とりあえず達成しました。ここ。達成しました。イエーイ。イエーイ。あ、最後ここと教えてくれました。シェシェ。シェシェ。はい、ということで、無事達成しました。達成しましたね。あまりちょっとね、会話する機会なかったんですけど、今回、まあまあ、たまにはこういう機会があってもいいんじゃないですか。でも、まあでもみんなやっぱ優しかったですよね。俺が一番感動したのは、バスの中乗って、バスの、もうちょっと多分映像残ってないですけど、それちょっと残しておきたい。バスのおば、急に来るからな、ね。バスのおばちゃんがもう、乗ってるのみんなに、夜市どこにあるか知ってる人って聞いて、いや、そんな感じの ね。いや、それは嬉しかった。はい。まあ、無事、たどり着きました。もうだから英語と中国語を喋れなくてもなんとか頑張ってたどり着くことができます。そうです。ということで、はい、よかったです。それでは皆さん、チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。バイ。シェ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 にシェシェにシェ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 にシェシェにシェ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 にシェ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 にシェシェにシェ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